おはようございます。今日はちょっとアバターを使って録画してみたいと思います。はい。ではですね、早速昨日の数字を見ていきたいと思います。今は、チャンネル、YouTube スタジオのところにいます。でですね、昨日、過去48時間では、66回の視聴というところが出ていますね。で、あとは上位のトラフィックソース。で、YouTube 広告が 95%、約 95%。で、あと、直接入力とかブラウジング機能、チャンネルページからはほぼ来ていないというような状況。で、このチャンネル登録者プラス3というのはおそらく、広告ではないパターンなのかなと思います。この動画だけを見て、他のブラウジング機能、チャンネルページから、来てくださった方の登録者なのかなと思っています。こちらもですね、ありがとうございます。来ていただいて非常にありがたいというところですね。で、次がですね、これ管理画面の方に入りました。管理画面、こちらがですね、昨日の費用が1001円。で、こちらね、500円で予算設定したんですが、その前の日から一応この広告をオンにしていたので、おそらくそれで2日分が消化されたのが、昨日だったのかなと。なので500円からその2倍の1000円ぐらいが消化されたというところです。でですね、この、アバターちゃんもいてもらって、YouTube チャンネルサブスクリプションズ。これが3チャンネル登録の数ですね。が、こちらありがとうございます。ですね、こちらに20件入ってきています。ちゃんとこう、パチパチパチって。はい、20件入りました。ありがとうございます。しかもですね、このコンバージョンの単価。このコンバージョンというのが、チャンネル登録者の数で、コンバージョンの単価がですね、50円なんですよ。ということは、1登録者を50円での広告費で、獲得することができたという、皆さん登録していただいてありがとうございます。はい。で、その、まあ、この形でね、推移していけば、いいなと思うところなんですが、まあ、さっきちょっとね、YouTube チャンネルの方を少し見ていて、あ、今後の課題になりそうだなというところを一つ見つけました。というのがですね、こちらチャンネルのダッシュボードに少し入ってきました。で、こちらの、広告で出した動画の方は、まあ、今、いい形で推移しているんですが、そこから先で、私一つその動画を入れていたんですね。で、この視聴回数がかなり少ないというところで、まあ、実際にチャンネル登録をしていただいた方の中で、他の動画を見ていただけているかどうかというところが、まだちょっと低いのかなというようなイメージです。なので、チャンネル登録して終わりっていう風になってしまっていると、で、他の動画のところがまだ魅力的じゃないというような感じになっていたらすごく悲しいなという感じですね。なので、まあ、ここは頑張ってこのようなこう数字を見ながら考えていることをお伝えするというところで、より皆さんにとって魅力的な動画を上げていきたいと思いますので、ぜひそのチャンネルの他の動画というのも見ていただければありがたいなと思います。はい。では今日はこんな感じで、結果としてはチャンネル登録者が20件で、チャンネル登録の、いくらかかったかっていうのは50円で獲得できたというところで、また明日も引き続きね、どんな数字に、推移していくかっていうのを見ていきたいと思います。明日からの、動画も楽しみにしていてください。